全日空訓練機下地島離陸失敗事故とは、1988年5月30日に、下地島空港で発生した、全日本空輸機の航空事故である。1988年5月30日午前11時38分頃に、沖縄県、下地島空港で、片方のエンジンを止めた状態での離陸訓練を、していた、全日空のボーイング737から200型機が、 滑走路を逸脱し、空港エプロン上で停止した。同期には、操縦教員及び練習生2名、合計3名が登場していたが、死傷者はなかった。この時の訓練は、まず1発同期模擬故障訓練から開始されることになっており、11時36分に管制塔から離陸許可を得た。この時、管制塔からの気象情報として、風向きが地方位に対して百度、 風速は20ノットと伝えられた。一方、訓練生はそれまでに、シミュレータによる訓練を16回、実機による操縦訓練を4回受けていたが、それまでの訓練での横風は、最大でも10ノット程度であり、訓練生にとっては未経験の強い往風であった。離陸滑走を開始し、予定通り離陸決心速度に達した後に、教官は、左側のエンジン水力を、 アイドル状態に絞った。これは前述の通り予定された訓練内容であった。しかし訓練生の過大なエルロン操作と過小なラダー操作では機体の左への傾きが止まらなかった。このためすぐに教官が操縦を変わり、左側エンジンの出力回復操作を行った上で火事の操作を行ったが間に合わず左主翼の橋が設置。 そのまま滑走路を逸脱し、滑走路沿いの芝二重を横切り、空港エプロン内の南側で停止した。事故機は機体各部を損傷し、損傷した左主翼から燃料漏れを起こしたものの負傷者は出なかった。またこの事故を受けて下地島空港は滑走路を24分間閉鎖した。1988年9月30日付で航空事故調査委員会は、 本事故の原因を強い欧風下で欧風に対応する十分な訓練を受けていなかった練習生の操打が的確でなかったため機体が左に急激に回答しついで左にロールして左翼担当を設置するに至ったためとし操縦教員が回復動作を行ったものの左翼担当が設置するまでの間が極めて短時間であったため走行しなかったとの航空事故調査報告書を発表した なお事故機は修理を受けて再び使用されたが1998年に売却されている。ありがとうございます。